サムラ塾の後藤です、今日はですね、今名古屋の方を、剣舞で回ってるんですけど、2社ほどね、あ3社か3社ほどね、まあ、一番、お世話になった会社ですね、を中心に今日は回ってます、まあ、2社はね、僕の学校なんですけどね、そちらの方に、剣舞しに行きで、まあ、1社はですね、まあ、自分がね一番長く、社員ではないですけどね、準社員ですけど、正社員になったことないですから、準社員として、1年10ヶ月ですかね、在籍させていただいた会社ですね、そちらの方に、兼務してきました、専門学校の方はね、講師の方を中心に、まあ、兼務してきましてね、まあ、簿記の先生とかですね、民法、商法の先生ですね、会計学、の先生ですね、こちらの先生方のね、まあ、教えがなければね、まあ、僕の簿記能力、ここまでアップすることできなかったし、講師力もですねアップすることできませんでしたから、そういった意味での、まあ、感謝の気持ちをですね、形に表してきたとこういうことです、まあ、結局ね一人もちょっと会えなかったんですけどね、まあ、アポなしで言ってますから当然ですけど、でも、まあ、手紙をね手書きの手紙を置いてね、やってきましたんで、まあ、気持ちが届けばいいなというふうに思います。はい、以上です。